トへ下がる荻野、ジャンプ取ったか、取った、荻野取りました。ファインプレー、よく取りました。いや、難しい打球判断だと思いますが、ジジさんいかがでしょう。いや、正面直球打ち返した、レフトライナー突っ込んでアウト、ランナー飛び出している、どうだ、アウトのジャッジメント、ここはマリーンとしては入ってね、さあこの打球は右中間だ、打球伸びていって、さあどうだ、荻野追いついた、ウーネンティン、打球はセンターへ、荻野が下がる、荻野、荻野、フェンス手前へ取った、センターの荻野が取りました。スリーアウト。しかし5回ライオンズ、打球が左へ切れていく、ファウルゾーン取った、取りました荻野。いやー、難しいところだったんですがよく取りました。ワンアウトです。これはアウト大きいですよね。はい、源田はね、本当にこの3連戦いいところでね打ってるイメージあるんでね、5戦としっかり取れたのは大きいです。一塁ランナースタートを切った、打球がレフト左流されてファウルゾーン、荻野取りました。右方向セカンドの上、右中間です。これ破っていく、さあ相手はどこまで行くか、まずは二塁に向かっていくぞ、これ三塁を、三塁を取ってくるか、回ってきました、回ってきました、中継からボールが返る、クロスプレー、タッチはアウト、これは見事な中継プレー、マリーンズ2月の9日に2本打ったホームランがこの小野からもありましたが、左中間だ、高く上がって、高く上がって、この位置でした。最後は荻野がバランスを崩したんですが掴んでいます、相手の打球、左中間、浮いたボール叩いた、レフト荻野取った、ファインプレー、荻野見事なダイビングキャッチ、素晴らしいプレーが出ました。レフトを守る荻野、左へ持っていった、レフト荻野取った、ダイビングキャッチ、荻野のファインプレーが出ました。左中間寄りのダイビングでしたけど、今回はねレフト線といいところで救いますよね、チームを。今日もチームを救うダイビングキャッチ、でも若干余裕ありそうでしたね。そうですか、今しっかりボール見てタイミング合わせてましたもんね。フォークもあります、うまく抜いてきて、レフト一旦下がってから前進、ポール失礼、ライン際まで流されていきました。一発も、ホームランも2発打たれた、岩宮ライナー性打球でしたが荻野がキャッチ、だからいい形で打ってるんですけどね、悪くはない打球でした、この岩宮。この状態、打ち上げた打球、レフト荻野、ファウルゾーン取りました。よく掴みました、笑顔の荻野、打ち返した左中間、レフト荻野取った、荻野が取ります。いやー、難しそうな打球でしたね。いや、難しいと思いますけどね、ライナー性の当たりですから、はい、おそらくこうレフト後方のフライ、これはどうか、もうひと伸び足りませんでした。ストライク、この打球がレフトの前、荻野突っ込んで取っています、ファインプレー、守りも堅いマリーンズ、ツーアウト。いいプレーが出ますね、本当、ギリギリのプレーではあるんですが、荻野貴司、ファインプレー、いや、またね、レフトへ持っていった、下がった荻野、フェーのちょうど前で取りました、中にレフト方向へは吹いていますが、でも、あの高さだと、15という数字になりますが。これはレフト、やってます、荻野貴司が掴んでいます。3アウト、9番、1番に鹿島、打球はレフト前に落ちる、ランナー川本、三塁回った、バックホームされる、アウト。終了。勝ち越せずホークス、ロッテ井口監督はガッツポーズ。最後はレフト荻野からいいボールがホームへ帰ってきました。バチカのとこだったですけどね。7、8、9回といずれも大きなチャンスがあったんですが、ホークスはあと一歩及ばず。